こんにちは、レイジです。忍び道今しめの続きをやっていきます。今セーブしてたらちょっとすごいこと言ってて、ゴー君が近況のとこね。ガムランに近づくためにも歌方の戦いにケリをつければって言ってるんですよ。これもしかしてこのどれかの勢力を勝たせて終わらせなきゃいけないっていうことを言ってるんじゃない？じゃないとガムランのあれが出てこないということじゃねえかな。じゃあどっちを勝たせるかっつうと、一条の方が弱ってから一条やるのが簡単だよな。ちょうどいいのがあるかどうかなさそうね。米でしょ、食い物、米、米守れ。何だろう、むしゃくしゃする。新しい毒を発明してしまったところ。いいね。この毒を一条の陣地に届けてもらう。村雲砦にはうちの密偵を忍び込ませている。商人に変装して、はい、毒を渡すのね。これやりたいね。これはまあいいでしょう。これもしかしたら一条いるよ。これでいくか。物運びだったらおきぬちゃんでもこと足りるでしょう。途中あのバトルになんなきゃいいけど、よし行きます。村雲取れてたからね。受取人に荷物を届けよう。画面右上の針が居場所を指す。井戸内にぶら下がりやり過ごすもおつなり。いやそれは難しい。大名が攻めあぐねているときは金や米に困っているのかもしれない。食い物はないのか。嫌な感じ、急ごう。はい、頭に練り込んでいけるね。お、いるよ。上は？上いない。あ、じゃあ簡単だよ。そいつは、うわー、その上はいるのか。鳥で本当に苦手だからな。よいしょ、こういうのちょうだい。ヤンボールか。うわ、そこにもいる。上は？上はいない。じゃあとりあえずあっち側に飛ぶ。うわ、パパパパ、あぶな、あぶねえ。あ、これが邪魔したのか。よし、よいしょ。危な、そこもいる。あそこいないんだ。じゃあ一旦ここ降りよう。あ、いた。これ一回走ろう。やべ。よし、負け。オッケー。誰か見えるぞ。よし。あー、嘘。よし、これは。え、見えてんの？あ、そっちにもいた。あ、そこにもいる。ここでやり過ごそう。え、見られてる。いや、大丈夫です。結構みんな殺さねえとダメだな。え、お前、え、見えてる。生きて帰るな。ホラガイ吹いた。いない、いたか。いや、見つかりまくってる。全員殺さなきゃねえけど、朝になっちまうよこんなの。よし、死体見た？
りあえずこいつは殺せる？殺せるね。よいしょ。もうこまめに井戸に入れてこう。あとはあそこのやつも戻ってきた。そこにもいる。いたそんなやつ。あ、さっき見つかったやつかな。いや、3人。この下いるよね。いるね。ただあいつらをなんとかしないと。3人。早くあっち行け。よし、二人行った。そいつはまあ、そいつからだね。よし。この。よし。で、次が。こいつ。よし。食い物持ってんじゃん。とっかけの子だ。いいね。とっかけの子買おうとするとすげえ高いね。1800文とかさ。クルリンパでやりたい。クルリンパ。視点が悪い。みんな食べ物持ってんのに食わねえんだよ。もう最後の手段なのかな。よし、これでここら辺の入り口付近はみんなやった。あとは下とかにいるんでしょう。いないな。上にはいる？侍大将部屋。ん？いない？ほら珍しい、ここにいないなんて。いいの？うん。じゃあ。めっちゃいるよ。あそこいるね。うわ、それきついって。かく乱しよう。ここら辺にいっぱいあった。槍だ。あ、よいしょ。これでちょっとは動くでしょうか。あとは、気にせず行っちゃうか。いや、重いもん持っていくと逃げれないから。そっか、忍者がいないから上に全然いないのか。じゃ普通の兵士しかいないってことだな。え、本当に密集してるな。いないもん。いない。ここは？
ない。全然いない。お、いない。え、みんな密集しちゃってるな。おっと、それは罠だね。うわ、みんな下だ。あ、上にいるやつ下ろしちゃったから登れないってことかな。みんな1階にいるわ。厄介。これは厄介ですよ。あれ？箱がない。箱ない。姿を見せるか。よし、おいで。来るのは君だけだね。もうちょい姿見せる。よしよしよし、うまいうまいうまい。実に忍びっぽい殺し方です。で、これで弓もらえるから。あ、もらえない？もらえない。どれだ、見たの。あいつか。次はあれをやる。やべ、死体見ちゃう。ここ分かんなかった。惜しい。いない。お前は殺すからな。あ、死体見た。ん？なんか変なの。いや、気づいてくんない。いや、いっぱいいそう。なんだ？オッケー。で、もう一人今歩いてきてるから。どこにいる？あ、どこだ？ここら辺にいんのかな？あ、いた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 。死体見る前に帰ってくれ。よし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 。オッケー。順調に殺せてるな。無理だと思ったけど。やりか。こっち方面ね。あそこにいた。じゃあこっちから行くか。簡単だよ。オッケー。みんな死んだか、これで。もう気配ないもんね。よし、じゃあ届けるか。どういう捕まり方今。
逆向きだったけど。いや、忍者がいないだけでこんなに簡単なんだね。見つかっても全然問題ないの。よし。じゃあ、ゆっくり配達しよう。ああ、また、あそこかな？上かな？多分敵は全員殺してると思う。階段。あ、違う違う違う。消えたかな。そこら辺なの。どこだ、機械だ。危ない。あった。こっちね。あ、キノコ。ああ、そっちね。じゃあ、こっちかな？なんか前になんか届けた時と一緒だと思う。あ、サムライゼーションってことか。はいはいはい、オッケーオッケー。ご苦労であった。確かに受け取ったぞ。はい、ありがとうございます。ザジ、ザジ、俺はガムランを追っている。ガムランは肉体を復活させ、さらなる力を得ようとしている。キヌから全て聞いている。俺は奴の復活を阻止すべく屍を焼き払おうと祠にも行った。だがすでに屍は運び出されていた。奴はおそらく満月の夜に復活する。キヌには、貴様には黙っておくよう言ったはずだ。奴は大名たちを取り込もうとしている。奴を炙り出すには俺は俺のやり方で行く。待ってくれザジ、聞いてくれ。俺はもう全てを思い出した。悔やんでいる。だからなんだ。悔やんでいるから手を貸せとでも言うつもりか。そう、悔やんでいれば許されるとでも言うのか。違う、許されるなんて思ってない。ただ今の俺を見てほしいんだ。お前は自己満足したいだけだろ。違うか。お前の気が済んだとしても納得できない奴がいることを忘れるな。つけてくれば切る。うん、俺は全面的にザジ派だね。気にしてる。ああ、お互い気にしてる。すれ違ってるね。よし、口藤。100点。アシュラって呼んでくれるそうです。これで、戦力削がれたでしょう、一時。うわ！すっげえ減った。毒ってすごいね。ああ、わしはもうダメかもしれん。この苦境を出さねば、何事も回り行かんぞ。うん。サダメの侍大将をやりたいけどね。一応家の危機。攻めるか、引くか。攻めよ。やはり引くしかない。攻めよ。いや、攻めるもありか。うん、攻めよ。ダメだ、いずれにせよ戦況は絶望的。もはやこれまでか。ん、うん、頼む、この一条に命預けてくれ。わしにはそなたしかない。誰に言ってんの。俺、俺か、俺だな。考えておきます。まだちょっと一条に手貸すよ。
定めの戦力をもうちょっと削いでから倒したいから。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。